宇治橋。宇治橋は、三重県伊勢市にある広大神宮、内宮の山道口にある橋。別名三もス橋。日本百名橋の一つ。宇治橋は、伊勢の神宮の内宮の山道口にある長さ101.8メートル、幅8.242メートルの木造の和橋、和橋、日本風の橋で、橋の両側に、新メートリーがある。津川に架けられた、この橋は、 内空参拝時の記念撮影の名所になっており、内空のシンボルとされる。神宮の定義では、宇治橋を渡った先は、神域ではなく神園であるが、通敬者、参拝者は、通常神域と扱うことから、一般に、俗界と正界の境にある橋とされる。明治以降は、神宮式年遷宮に合わせて掛け替えられていた。太平洋戦争での日本の敗戦直後に、 昭和天皇の指示で第59回神宮式年仙宮は無期延期とされ、後に4年遅れの1953年、昭和28年に行われることに決まった。しかし宇治橋だけでも掛け替えようと声が強く、宇治橋だけが当初の予定通り1949年、昭和24年に掛け替えられ、以降は神宮式年仙宮の4年前に掛け替えられるようになった。 4年前に掛け替えるようになったので社電の造営と期間がずれ、仙愁に必要な大工の数が減らせるようになるとともに、仙愁に対する参拝客の興味を長く引き止めることができるようになり、仙愁の資金面で役立っている。橋の両側の鳥居の高さは7.44メートル、直径は最も太い部分で約70センチメートル、総重量は約5トンで、外側、西の鳥居は、 下空聖殿の胸持柱の古材から、内側、東は内空聖殿の胸持柱の古材から作られ、式年遷宮に合わせて20年ごとに建て替えられ、第62回式年遷宮では2014年9月29日に、寄港、同年10月3日に完成式を挙行した。完成式では、外側の鳥居に笠木をはめ込んで、鳥居が完成し、 お祓いが行われた後、新職ら約100人がくぐり始めを行った。初めて鳥居が設置された時期は不明であるが、室町時代後期の宇治橋を描いた絵にはすでに鳥居も描かれている。明治以降、これらの鳥居が建て替えられると外の鳥居は、三重県桑名市桑名宿の7里の私で、うちの鳥居は、鈴鹿峠の麓にある、三重県亀山市関町関宿の関の東の追い分けで、 それぞれ神宮春か廃用の鳥居に20年間使用されている。その後も日本各地の神社で鳥居や部材として再利用される。宇治橋は、伊津川に対して、ほぼ直角に架けられており、西岸から東岸を見た場合は、約30度南を向いている。宇治橋の東側には島地山があり、日の出は島地山からとなる。このため日の出が南よりからとなる当時を中心とする。 約2ヶ月の間は、宇治橋の鳥居の間からの日の出となるが、長らく誰の木にも止められなかった。鳥居の正面から朝日が昇るのは、当時の前後数日に限られる。1980年代に、これに気づいた参拝客の情報により、神宮の広報誌の水垣、水垣に、当時前後は鳥居の間から日が昇ると解されてから有名となり、 当時前の数日から1月初旬の間は、鳥居からの日の出を見る人で賑わうようになった。2014年12月22日の当時祭では600人が参拝し、7時30分頃に宇治橋から登る朝日を拝んだ。宇治橋西側、宇治今在家町に内空所管者の郷土、橋姫神社がある。祭神は宇治橋真珠神、宇治橋の守りの神で、 宇治橋を守護する神社とされる。社殿は内空に順次打ち蘇儀の地儀と、四本で偶数の、カツオを持つ、板吹屋根の神明造りで東表し、宇治橋を向いている。中世に宇治橋が架けられた時に宇治橋の守護神として、祀られたとする解釈が、一般的であるが、それ以前は、船着き場の守護神であったとする説がある。 新しい宇治橋が完成すると橋の無事を祈り、宇治橋を最初に通行する式典の宇治橋、渡り始め式が行われる。当初は長寿の老人が最初に渡っていたが、1823年、文政6年の両国境の渡し初式に3代、揃った夫婦が最初に渡ったことに習い、以後は3代揃った夫婦が最初に渡るようになった。宇治橋は、橋脚食いの磨け焼きで、他は、 ヒノキで作られている。橋板は、近世の記録では365枚の数字があるが、1969年、昭和44年の掛け替えでは476枚とされた。長さは101.8メートルで、幅は1949年、昭和24年に掛け替えられた時は7.88メートルであったが、参拝者の増加に対応するべく1969年。 昭和44年の掛け替えでは8.42メートルに拡幅され、橋桁が5本から7本へ増やされた。1969年、昭和44年の掛け替えの際に、コンクリートの基礎が初めて採用された。景観に配慮して、基礎表面は石畳で覆われている。橋脚は橋脚杭三3本、水岩4本、筋海岩4本と両1本から構成されており、 寮の上に乗せた七本の大持ち木に橋桁が渡されている。橋脚十三組が橋体を支える十四景観、連続聞けた橋の構造である。また、寮の、寮木口には小屋根と寮備員が取り付けられ、風雨による劣化を防いでいる。欄干は、男柱の上に取り付けられた十六機の義母子で装飾される。この義母子は、仏教的な名称を嫌う。 神宮内部では総価が高なものと呼ばれている。造体に当たり他の部材がすべて新調されても、木星だけは磨き上げられるのみで、擦り切れるまで繰り返し使用される。近年は、宇治橋の橋板の厚さを1 5トルにしているが、年間400万人前後の参拝客が通行するため橋板の摩耗が激しく、20年間では約6ートル摩耗する。 靴ではなく草履での通行が大部分であった、明治以前はこれほど摩耗しなかったという。川の増水などでの流木などが、橋脚に衝突し損傷しないように、宇治橋と風飛、稲荷宮橋、風飛稲荷宮山道の橋の上流側に数本の杭が建てられており、木よけ杭と呼ばれる。宇治橋は、内空総建当初にはかけられておらず、伊鈴川の浅瀬に石を並べ渡っていたと、 考えられている。雨で増水すると渡れなくなり、祭事に影響するため、佳境が望まれていた。西洋が神宮を運営していた時代には、朝廷の公費で運営されていたが、伊鈴川への佳境の費用は認められなかった。内宮前の伊鈴川の橋の最古の記録は1190年代、研究年間に書かれた、江大神宮年中行事の新朝神社、砂賀神社、 現在は内空拙者での橋となる。続いて南北朝時代に採用が廃止された頃の1342年、公営元年に書かれた伊勢太市神宮参拝記となるが、いずれにせよどのような橋であったかは記されておらず、定かではない。これ以後は室町時代にたびたび流されたと記録されていることから、仮橋か水面すれすれ程度の低い橋であったと推測される。 採用廃止とともに、朝廷からの運営資金が滞るようになり、式年戦宮が遅れがちになった。室町幕府の政権が揺らぎ始め徐々に政情が不安定になると、伊勢国国士の北畑氏や島国の土豪などが、新領神宮の領地を取り上げ始めた。荘園などからの収入が激減した神宮は、弱体化し、1429年、昭朝2年に、下空の新人、 辞任、下級新職と地下人、受家人、村人と合戦が生じた。これ以降、宇治山田合戦に代表される診療での騒乱が多発した。北畠氏や土豪が騒乱に介入して診療を次々に収奪。結果として神宮は困窮を極めた。下空では1434年、永京6年の第39回式年仙宮を最後に中絶となり、 内空では、第40回式年戦宮が予定より11年、遅れて1462年、干渉3年に行われたもののこれを最後に、戦国時代には、中され、下空内空領空のすべての旧社が荒廃した。神宮の荒廃を嘆いた僧仁たちが、神宮の許可の得て、日本中を回り、伊スズ川合の佳境を主とする資金を集め始め、これらの僧仁は、肝臨床、 漢人ひじり、単に生ともと呼ばれた。生の最古の記録は、室町時代の1452年、京徳元年の検章と、最小の二人の僧であるが、十年以上のアンギアの後に二人とも、行方不明の結果に終わった。この二人の消息が不明になった頃に大橋漢人、聖本願望を名乗るじりが現れ、1464年、干渉五年に、大橋が完成し、 荒木ら氏爪ら十人のネギが一万三千回のお払いを行い、橋が末長く使えるように祈願した。大橋の名はこの時の記録が書室であるが、この頃には橋が何回も流されていたため、橋木等を行うことが通例となっていた。この大橋は翌年の夏に洪水で流されてしまったため、仮橋家橋の費用として、足利将軍家から百貫門目が大橋漢人生。 本願望を通じて寄進されたが、この仮橋も一年持たずに流されてしまった。現世と来世の利益を庶民に説いて回った、ホカ十国城県という日りが、1477年、文明九年に宇治橋を造営する資金の調達に成功した。社門道順、関阿などの活動がこれに続き、主越は八年の活動の後千5 0 5年、英昇二年に、 ミモッソ教科教を成功させた。これら肘は、宇治橋だけでなく、風火祈宮愚山道の風火祈宮橋も増大している。守越法師から三代目の聖順は1547年、天文16年にミモッソ橋を増援し、戦国時代末期の1563年、永六6年、約150年間途絶えていた下空の仙宮を再興させた。この功績で聖順は、 ご奈良天皇から、義光院の豪を許され、義光院商人となり、守る越は、初代義光院商人と呼ばれるようになった。1594年、文禄三年に、豊臣秀吉が、宮川下流左岸の磯、現在の伊勢市祖町の百国を、義光院の事領として与えた。磯の住人には、神宮式年遷宮で、内宮聖殿のお扉びきの要材を、放映。 呂材を運搬することする特権が与えられた。磯の住民による放映は、吉光院 A、稽古ウィン引きと呼ばれ、吉光院が明治に廃寺となった後も受け継がれ、第62回神宮式年仙宮でのおとびらきは2006年に、吉光院の子孫と磯の住民などにより、宇治橋の前を経由して放映された。天正年間に、海賊大名で知られる、久喜義隆が、宇治橋奉行を務めた。 江戸時代になり大阪夏の陣で、豊臣氏が滅んでから4年後の1619年、元那5年には、時の将軍、徳川秀忠が、宇治橋を造隊した。徳川幕府の政権下で、日本の政情が安定すると、腰が活発に活動するようになり、安定した資金調達により、式年遷宮は、途絶えることはなくなり、宇治橋の造隊も滞りなく、行われた。 おかげ参りが流行した頃には、宇治橋伊鈴川へ投げ銭をする参拝客が多く、橋の下で投げ銭を網で拾う人が現れ、網受けと呼ばれた。網受けは明治初頭に新域にふさわしくないと禁止された。懐かしむ声により一時的に復活したものの、再び禁止された。明治初期までは宇治橋のうちにも民家があったが、新園会による新園整備の一環として退去させられた。 この頃に伊豆津川は石垣で護岸され、宇治橋西川が山道口として整備され今日、土橋神社が山寄りに移動させられ、現在の宇治橋前の景観が整えられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。